あればあるほどいい、うん、ドエブマクロビの料理教室に一時通ってて、今回ピラティスも初めて行って、めっちゃ合理的、すごく健康的でしかも細いってい う, こう女性の理想の姿にどうやったらなれるのかなと思って。こんにちは、洗濯研究家で余島ママ社長の平島理恵です。今日のゲストは他でもない、同じく余島ママ、同じなのは余島ママであって体型全然違うんですよ。この体型をただ単にこう産んで細いとかっていう方はいらっしゃるんですけど、筋肉もあるしすごく健康的でしかも細いってい う, こう女性の理想の姿にどうやったらなれるのかなと思って、今日はいろいろ聞いていきたいなと思います。今日のテーマが産後ダイエットについてなので、もう本当ぴったりのゲストの方、あっちゃさん、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。今日のテーマは何でしたっけ。今日のテーマは今回お二人とも4人お子様がおられるということで、産後ダイエットについて深くお話を聞いていきたいと思います。産後ダイエットか、無理やなイメージでは、私まだ子供生まれたことないんですけども、お腹を膨らむにつれて体重増えて、生まれたら例えば 3000g とかじゃ3キロ減ったみたいな、そういう感じのイメージで。あれおかしな話で、私の想像なんだけど、あっちゃんみたいにもともと細くてお腹だけ大きくなってっていう、生まれたら体重元通りですっていうお母さんのタイプと、私みたいに毎回22キロ太って産後ダイエットめっちゃ大変っていうお母さんの大きく2つ分かれるかなって勝手に思ってて、うん、でも2人目の時は15キロぐらい、あ15キロぐらい太って結構増えて出るのって3000で、まあ羊水入れても1、8キロとか、うん、だからそんなに戻らへんかった、うん、まあ母乳あげてるうちにだんだん落ち着いてきて減ってくるって感じやけど、それも年齢を重ねるにつれて、うん、3人目4人目は母乳とかあげてるだけで戻ってたのが戻れへんかった、体型も戻らへん、体重は戻るけど体型なんか戻らへんっていう感覚あった、うん、どっちもあったの、あった、戻らへん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 、え、どう戻した、どう戻した、それこそ4人目産んだ後にコロナで外に出られへんってなってて、出られへんから動かれへんし、でも動かななんかもうますますだるんだるんになっていくし、どうしようと思ってとりあえず走ろうって思って家の近くの公園を走るっていうのを、走るの OK だったもんね、うん、そう一人で夜走りに行くっていうのを1時間ぐらいやってて、ランニングってことですか、ランニング、ジョギングっていうか、すごいですね、地味に一人で走ってていいけど、やってたのが5月ぐらいで、うん、じゃあなんか1ヶ月ぐらい経ったら梅雨時期で雨で走れなくなって、うん、あできひんどうしようってなってジムに通い始めて、ジム筋トレをやりだしてだいぶこう戻ってたっていう、やっぱり全然違う、全然違う、週何回ぐらいか、週3かな、当時週3で、今ピラティスも始めたから週2筋トレ週1ピラティスがベース、走ったりとか、うん、特に産後めっちゃしんどいやん、しんどい、私だけなのかもしれないけど、うん、気合だけはあって、うん、で走ったりしたら次の日からほんまに動かれるんだけどならなかった、うん、膝とかは痛めたかもしれないけど運動してなくて筋肉落ちてるから、うん、で重いから、うん、膝に行って膝とか痛めたけど、痛かったらちょっと歩こうかなとか、あなんか出られへんから余計動きたいっていうのも止めた時はあって、やめるとかは思わなかったかな。ジムとかさ筋肉痛なるやん、筋肉痛あればあるほどいい、うん、ドエブちなみに運動全然できひんって、ランニング好きじゃないとできないんです、いやランニングはいらんやん、何も運動神経、ああ反省、ゆっくりすればいいから早く走らなとかもないから、ただ走り続けたらいいだけやから、めっちゃ遅いけど運動神経はほんまに悪くって、中学の時体育1やん、1とか取れる、学年で多分1桁とかしかいてない1やったけど、ランニングはできるし筋トレもできる、うん、運動神経は関係ない、関係ない、ちなみに言うと最初に自分に誘ってくれたのは誰でもない、りえちゃん、めっちゃ昔10年前に今もあるのかな、桜橋の上のオアシスってスポーツジムがあるんですよ、うん、こうで紹介キャンペーンっていうのをやってまして、当時20年前、私はキックボードが欲しくて5位、うん、そうやった知らんかった、それのために誘われた、欲しくて一生懸命みんな絶対ジム行った方がいいよって言って、もういろんな子に誘ってたら、うん、ダントツ1位で20万円の JTB 旅行券、そうだ実は家族旅行行ってた、あっちゃんを誘ったの覚えてない、その時に初めてジムに行って1年半ぐらい通ってた、ちなみにりえ先生はそのジムにも、もうあ結構通ってた、多分みんな通ってた、1日2回とか行ってたから、大変してた
時学生って時間あるやん、うんうん、平日休みの時とかあるから午前中行って、うん、で家帰って、うん、夕方からもう一回プールだけ泳ぎに行ったり、うん、結構元取ってたよね我々取ってたと思う、ね、20年越しの大会って感じ、ね、いやでも私も今あっちゃんに勧誘されると私も入らないされたお返しとして体型維持とかそういう運動とかになってくると食事面なんか気にかけないといけない、うん、でもお子さん4人おられてお子さんの料理のことも考えつつ、自分の食事を考えたりってできるの本当すごくて、あっちゃんのインスタのストーリー料理がもうちゃんとしてて美味しそう。マクロビマクロビの料理教室に一時通ってて、もともと肉がそんなに得意じゃなくって、ちょっと野菜が好きで、マクロビっていう何かも知らずにそういう料理が好きで行ったんですけど、マクロビの考えとか聞いててすごい好きになって、常にマクロビを取り入れてるわけじゃないけど、なんとなくベースそれで料理するようにしてる、けど料理は嫌いです。そんなに美味しそうなのにできることなら誰か作ってほしい。どういう風な食事気をつけてる、気をつけてることはベースマクロビの考えで言ってるんで、マクロビって陰陽ってあって、うん、中陽ってあって、うん、陰と陽あんまり偏らないように中陽に持っていくっていうのがあって、そう食材とか調理法とかで変わってきたりするから、そのベースを気にしてる。わかりやすく言うと陰よりって体を冷やすって言われてる、うんうん、野菜で言うと夏野菜とか、あ夏野菜暑いから体冷やす、そうそうそう、陽は体を温めるもの、根菜っぽい、あそう根菜冬のっていうバランスをなるべく取り入れてる。富永愛さん本の中にも陰とか陽とかが書いてはったりする、だから細い方やっぱ考え方のベースが違います、ね、なんで取り入れようと思ったかっていうと、そもそも思ったのが子供がアトピーやったっていうので来、うん、始めて、実際体験行った時に食べ物で体が温まる感覚ってあるやんか、あるけど芯から温まる感覚ってこれなんやと思って、そうなんや、全然違って、ただ食べて熱いだけじゃなくって中から温かいっていうのが分かって、うわ全然違うと思って あやろうって思って、実際やったらやっぱ基礎体温とか上がるから体調よく風邪ひきにくくなるし、私も行ってみたいな。ビーガンとはまた違う、ビーガンとは違う、ビーガンはお肉絶対ダメっていう感じだよね。ベジタリアンともまた多分考え方は違うと思う。黒ビーね、好き、いいね。で結果子供のアトピーも良くなって、まああのポンチはなかなかアトピーってされへんと思うんやけど、でも出ないほとんど。すごい。あとまあもちろん調味料、添加物とかは絶対気にするし、確かに確かに、選ぶのも気にしたらアトピーはほとんど出ない。めっちゃひどかったっていうと、1人目2人目3人目は出なくなった。体にいいし、個人的におすすめ。めっちゃ言ってほしい、先生。ぜひ。だからそんな意識高い系のこれ。違う。これはアイハーブっていう人で美容液を頼みたくて、6000円かな、頼まないと送料無料になれへんとかいうので、なんか頼もうと思って、子供も食べるかなと思って頼んだキャンディーなんですけど、オーガニックマンゴープラスココナッツ、美味しそうと思って買ってみたらすごい想像と違って、こんなんやったんですよ。なんかあのたこ焼きのちっちゃいやつ、そうお菓子に売ってる。何これ、めっちゃまずくない？めっちゃまずいねんけど。キャンディーと思って買ったけど、なんかあれってなって、キャンディーかなみたいな、食べたらあれ味もちょっとみたいな感じになって、もしかしてペット用のお菓子買ったんかなと思って、けどちゃんと人間をやっちゃって、離脱した不思議な味ですね。しかも口の中に残る残るソフトキャンディー意識高いやつではなかった。全然違いますね。ちなみに今なんか2本水筒が見えるのですが、これはただのお水と、私コーヒーめっちゃ好きで、コーヒーホット。いや暑いからアイス。ちなみにほんまか嘘か分かれへんけど、筋トレ前に朝入りのコーヒーを飲むといいらしい。なんでかはちょっとあんま覚えてないけど。何入りのコーヒー？朝入り。朝入り、なんか深入りとか朝入りとかってあって、コーヒー豆の入り具合。筋トレの痛みも喜び、うん、どこに効いてるかっていう、その日どこをトレーニングするかっていうので、そこに筋肉痛の痛みが来るってことはちゃんと効いてた証やから、逆にないとあれやったのに効いてなかったんやっていう。なるほど。もうなんかそれ以前で熱出る、熱出る夜中に風邪ひいたんじゃないかなって思うぐらいめっちゃしんどくならない？
足のトレーニングしたらそういうことになる人がいるっていうのを聞いたことがある。今回その3人目と4人目は連続でその年後で、うん、約3年間運動しなくて、かつもオーバー40になったから、急激にめっちゃしんどくなって、でも体は動けると思って、うん、わかる、走れるつもりやけど足からなるみたいなやつね。そう皆さんならないですか？お二人とも同じ4人お子さんおられると思うんですけど、どうやってそういう時間を与えてるのか、どこで隙間時間を見つけれてるのかってすごく気になります。無理ですよね。無理、どうしてる？夫に任せてます。全部預けて週2回筋トレ、週1回ピラティス行ってるんやけど、週2の筋トレは夜8時とか8時半ぐらいに行ってるんですけど、それまでに自分のやる役割、家のことを終わらせて、あとは夫にじゃあよろしくって言って置いていく。寝かしつけも旦那さんがしてる。そう、めっちゃいいね。って言ってももう一番下が6歳なんで、別にまあ横に寝なくても、それこそ兄弟のありがたみやけど、お風呂まで上がってたらこっちのものみたいな、なるほど、浴びてくるねみたいな。そう、じゃあもう子供たちは分かってる、分かってる、今日ジムの日みたいな。あ、なるほど、なるほど。出産後、うん、まあ運動とかもちろん禁止されて期間あると思うんですけども、うん、それを経た後にどれぐらいで戻りましたか？それと戻した時は何をしたかとか。コロナまでは何もしてないです。多分戻ってもなかったと思います。だるんだるん、やばい。今その状態だる。産後骨格矯正とかなんかよく見かけるんですけども、それってどうなんですか？なんか私1年間骨盤調整をしてもらって、で明らかにその先生が多分ゴッドハンドだったと思うけど、骨盤の痛みは全くない。1人目2人目の時は体中が痛すぎたけど、そういう痛みはなくて骨盤は大丈夫。だけど痩せるわけではない。やっぱり痩せるのは自分の努力、食べるものと運動。ちなみになんですけど、懸垂もされてます。アスリートの方で。懸垂は背中鍛えたくて。そもそもがおかしい。大体皆さんこうお腹周りのお尻ね、お尻、背中、背中。ほんまにやってほしいんやけど、筋トレやったら3ヶ月ぐらいは変化分かれへんね、やっぱり。分からないよね。そんなすぐ出ないから。でも3ヶ月ぐらいちゃんと向き合ってやると、だんだん変化が見られてきて、努力すればするほどちゃんと出る。変わってくるから、次こここうしたいとか出てくる。私はね、ちゃんとしたいようになるためのトレーニングをしてたら、ちょっとずつ変わってくるから、それが楽しくって、最初はお尻とかお腹やって、バランス的にこここうしたいとかなってくる。次から見てると。お腹コンプリートされて、次。そうですね。背中だなって。いいなぁ。本当にハマってみてはという。あ、そう、ぜひ。筋トレとピラティス、まあ、両方見せるって言ってたけど、やっぱり筋トレから。いや、なんかどうなりたいかによる。しなやかな体型やったら多分ピラティスの方が女性だし、筋トレやとやっぱ筋肉つけるから、筋トレだけやとうつい感じにはなると思う。私は筋肉があってメリハリのある体になりたいっていうのと、ピラティスは筋トレのパフォーマンスを上げるために通ってる。やっぱ骨盤とか結構私ずれてるから、右左のバランスが自分で悪いのわかるから、そういうのもちゃんとしたくって、ピラティスで体を整えてかつしなやかになりつつ筋トレのパフォーマンスも上がる。うん、上げたい。好循環。ジムはもう正直どこでもいいんですか？私はそこまで大会に出るために大きくしたいとかないから、それなりのマシンがあればいい。リエ先生、最近なんかピラティス始められたんですよね。でも6月からいよいよちょっとやばいっていうことでピラティス始めたんですよ。実はめっちゃ言うの恥ずかしいんですけど、ニューヨークにいた時にあまりにもちょっと体が痛いのと、日本みたいにその保険制度がなくて、マッサージに行ったら1回3万円ぐらいとか、ね、自分で治すしかなくて、ヨガ全米ヨガアライアンスっていう RIT っていうんですけど、その資格持ってる、持ってるだけ。資格持ってる、持ってる。当時はちゃんとしてた、帰ってきてやらずに今に至る、もう体が物語ってます。その時はなんかまあヨガにハマって、ヨガいいなって思ってたけど、今回ピラティスに初めて行ってめっちゃ合理的。ヨガはどっちかっていうと、まあ歴史が長い分、その瞑想とか哲学とかも含まれてのヨガだから、いろんな流派の方もいるし、特に日本ってヨガの先生って体が柔らかい人が多いから、ポーズに
をきれいにしようとする先生が多い、うん、その体の内側のインナーマッスル、うんうんとかっていうところまで深くアプローチするかっていうと、うん、そうじゃないのが RYT を取ってる分、うん、あこの先生とかっていう風に見えてしまう、うん、てで今回その初めてそのピラティス行ったらアプローチが全然違ってて、うん、ピラティスってもともと負傷辺を早く回復させるっていうようなアプローチだから、怪我を早く治す、かつその運動能力を高めるっていうので、うん、全然その違ってて、うん、めっちゃ早い、確実に治るし回復するっていう風に持っていくから、体をその整えるっていうのは、うん、ピラティスっていう考え方はめちゃくちゃ合理的だなって、しんどいんですか？そうしんどい、あれほんまに思うけど、めっちゃ一個にしてっていうの先生がもうね、できひ3個ぐらい言われるから言われる、一気にはいお腹締めて息吸って、はいお腹膨らましてって、お腹締めてるからお腹どうやって膨らましたらいいのみたいな、はい、お尻アップ、何で無理みたいな、足も上げて、そうそうそう、プル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 なる、あったでもなる、なる、よかった、私だけだと思ってたけど、終わったあと爽快、やってる時はもうめっちゃごめんイライラしてるはい終われよとか思ってる終わった後は骨盤の位置とかちゃんと正しく整ってるよね、なんか精神的にやった感がすごい、うんうん、すっきりする、うん、産後ダイエットでこれおすすめやなっていうのは、まあ、今のところピラティス骨格矯正みたいな感じ、ね、まずは動けないから産後ってもう負傷してるって思ってた方がよくて、うんうんうん、骨盤もめっちゃ開いてて中のね臓器もすごいいろんな形に伸ばされたりとか、うんうん、縮んだりとかしてるからすごく多分バランス悪いし、うん、ホルモンバランスも、うんうん、だから何とかしようとせずまず体の回復、うん、骨盤矯正とかあるんだったら、うん、こういったのを頼って痩せねえな、うん、でも動けるかなって思った時にピラティスとかジムとかっていうのがいいんじゃないですか、うんうん、半年ぐらいはやっぱり皆さん安心するもんなんですか、できないよね、うん、できひんね、一人目だけじゃない、赤ちゃん動き出しますもんね、上の子がいるからさ、うん、もう安静がいないとあかんぐらい負傷を負ってるけど動かなあかん、うん、ほんまはもう、うん、もうちょっと体を修復さん当てなあかんけども、家事と睡眠、うん、何に頼ってもいいから、うん、子供が安全な状況であればまずはご自身の体の回復が一番ぐらい過酷、負傷して夜泣き対応してご飯作らなあかんくて、でメンタルボロボロホルモンバランスも崩れる、うん、さらにそこから筋トレとかで追い込む方もおられるっていう、すごいですね。だいぶ経ってから、うん、だいぶ、だいぶ。じゃないとね、なんか産んだ瞬間やれとかだったら絶対多分死んじゃうから、うん、本当に、うん、私もようやく一番下の子が1歳7ヶ月8ヶ月とかで、うん、ようやく動けるかなと思って、うん、産後1年ぐらいはゆっくりしてもいいんじゃないかなと、うんうん、ゆっくりできないけど、まあ、1年はまあこんなもんかって、ちょっとずつできる範囲で、でも3ヶ月なんかこう向き合うっていうのを聞いてみてよかった、うん、筋トレ私は筋トレは元結構好き、ああじゃあ今度は一緒に、今私は懸垂のめっちゃ練習してるすごいお二方ともすごいスリムじゃないですか、こう夫婦で運動を走ったり体を動かす機会みたいなの買えるよね、はい、あでも夫は夫でジム通ってる、私も夫は夫で通ってる通い始めた、二人ではしないです、しんしんしん、うん、全然効果ないから何しに行ってんのかなと思って見てるあのおっさん体型やから通ってるんかなほんまにっていう疑いをかけられてる通ってる以上に食べて飲んでるんかな分からんけど、私の彼氏が30歳過ぎたぐらいの年齢なんですけども、うん、未だに学生気分、そろそろまあ30歳過ぎたら気付きやとか言うんですけど、うん、一回ほんま病気にならな、なんかこう気づかへん人っているじゃないですか、ラーメンもうジロー食べてる場合ちゃんってとか、この塩分型やってジローっていうその山盛りのラーメン、山盛りのラーメンすごい色、たまに食べる分にはいいんですけど、ラーメンが好きでとか、うん、そういう切り替えのさせ方とか、どうやったら病気になるか、健康診断は今回うち聞いたかも、夫がなんか何の項目か分かんないけど引っかかって、うんうん、私も悪いやろみたいな感じで来たから、うん、カチンってなって調べたら何もなくお前も太ってるやろみたいな感じ聞こえたのよ同じ生活してるし、そうそう、ほぼほぼ同じご飯食べてる私何もなかったでみたいな感じで、うん、みたいな普通に潰しされて疑いかけてすいませんとかないのとか思ったけど、数値とかで見せられるとガツンとくるかも、結構気にして、うん、今
すぐ病気ですとかないぐらいのレベルでも結構気にしてて、気にしとかなって、うん、何の数値か忘れたけど旦那さんはもう特になんか引っかかってない、全然知らない、うん、私が基本作って出すものを食べるから多分物足りなくって、うん、しょっちゅうコンビニでジュースとかめっちゃそう夜中になんか食べてる、そう毎晩コンビニに行って体に悪そうななんかこんな時間から食べてみたいなを食べてる、私夜今もう絶賛眠ってるからわからないけど、うん、朝起きてゴミ箱見たら、うん、食べた後を見て食べてんなって、うん、痩せへんって本人言ってはってそうやなとかやっぱわかるんですね、ちょっとこう奥の方に隠してもやっぱあの全然隠してない隠してないもはや隠してないこの間なんかあの僕は食事制限したらストレス溜まるから食事制限はしないことにしたとか言ってしたんやろとは思って自分の中で気にしてたんやけど、でもめっちゃ夜中お菓子食べてるやと思ってそれのストレス、なんかでも食べたいもの食べて、うん、その分動いたらいいかうん、それこそ筋肉つけたら代謝良くなるから、彼氏にぜひ筋肉つけたら好きなだけラーメン食べれるよ、こう忙しい中でこう健康を意識するってすごい難しいことだな、でも健康はお金で買えなくない、健康ってやっぱすごい精神的には良くない、ご飯とかもネットスーパーとか私は使ったことない、じゃあもう常にスーパーに買い出しに行ってその6人分の食料買って、すごい量じゃない、すごい、だいたい日曜日に1週間分ぐらいを買って、まあ途中野菜とか買い足したりするけど、冷凍できるものは冷凍して、うん、お肉とかは冷凍できるからして、だいたい1週間メニューで月火は魚メニュー、水曜日ぐらいに肉が来て、木曜日に冷凍できる干物とかの魚食べて、金曜日お肉、決まってくるよね、決まってくるね、ある程度決めとかないと、今回もすごい勉強になりましたね、いかがでしたでしょうか、産後ダイエットは本当に急がずでも動けるかなって思うようになった時が始めるタイミングだと思うので、皆さんよかったら私とダイエットしませんかということで、次回もお楽しみに。